被服支廠の保存には多額の費用がかかるため、県は国に財政支援を要望しています。6日の原爆の日には、岸田総理が建物の方針が定まれば、速やかに支援したいと発言していました。今日の県議会総務委員会で県の担当者は、総理の発言は被服支廠を重要文化財に指定した上で、文化庁の補助金で安全対策に対する財政支援を行う方針だと理解していると述べました。県といたしましては、文化財指定に向けまして、早急に文化庁と協議を進めていきたいと考えているところでございます。重要文化財指定に向けて文化庁と早急に協議を進める考えを示しました。また活用策について国や県、広島市で構成する研究会で検討し、文化庁と調整を進めるとしています。